今日はアゲファーレに行ってきます。ちょっと久々にグレーのカラコンしてます。お疲れー。やっと、やっと動画に出てくれました。ブラックのうーちゃんです。出前館でカレーをね頼んだんですけど、いつもここねラッシーを1個頼むんだけど2個つけてくれるの。やばいよね。なんか今日すっごい久々に頼んだんだけどまた2個つけてくれてる。さすがインド人。今宮下パークに着きました。集合場所が分からなくて、多分ここで合ってると思うんだけど違うかな。今日めっちゃ寒くて雨降ってて、なんか12月の気温とか言ってたんでちょっとセーターを出しました。今日はエリカさんとご飯です。行ってきます。エリカさんです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。たくさん食べて、たくさん食べて飲みましたが、今日はどうでしたか？マシンガントークですもんね、いつも。本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ではまた。お久しぶりの更新になりました。最後に更新してからもう2週間ぐらい経つのかな、はい、今日は、購入品を紹介していこうと思います。たくさんちょっと箱が届いてるので開けていこうかなと思います。まずはちっちゃい箱から開けていきます。これはハナフーって言って布ナプキンなんですけど、こんな感じ、ハナフさんの布ナプキン。ここの布ナプキンをずっと愛用していて、友達にもプレゼントしたんだけど、もう2年ぐらい愛用してるのかな、2、3年ぐらい愛用してます。もともと生理痛とかがひどかったんだけど、この布ナプキンを愛用し始めてからそういう生理痛とかが結構激減したので、もし生理痛とか PMS で悩んでる方はおすすめします。本当におすすめ。一応概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。は
今回はこんな感じで、ずっとね、大きいの2、あれ？大きいのを2枚とちっちゃいの2枚ずつ持ってるんだけど、今回動画で紹介したくて改めて買いました。ちょっとね、今回は薄い方を買って、こんな感じ、を、これなんていうやつなんだっけな、アルカリ性の液体洗うやつを買いました。これ使って、使ってバケツの中にお湯を入れて、この使ったやつを入れて、これをちょこちょこっと垂らして置いとけば綺麗になるので、このセットを買いました。はい、次はこちらのハッピーマグちゃん、これを買いました。あとクエン酸、これついてきたのか、あ違う、これセットだったかな、多分セットだった。このハッピーマグちゃんは洗剤をあんまり使いたくない洗濯物に使うように買いました。ネットとかに入れて使ってみたいなと思って初めて買ってみました。またレビューというか使った感想もね、撮っていきたいと思います。はい、このクエン酸はこれが黒ずんできたらこれで洗えば落ちるみたいなので、これも一緒にセットで買いました。はい、続いてこれやっと買えた。このさ、わかる？このこのさ、アホ毛みたいなやつ、シャンプーを使っちゃうとどうしても洗浄力が強すぎて、もう髪の毛がすごい爆発するんですよ。ドライヘアっていうのかな、ドライヘア髪の毛がすごい猫っ毛だから、あんまりシャンプーで毎日洗ったりとかはできなくて、もうすごい髪の毛とかに抜けちゃうの。ここ最近はヘナでなんとかしのいでいたんですが、ででん、ヘナとアムラとシカカイ、ムクティのヘナっていうのをずっと愛用してて、すごいおすすめです。これもこれで楽天に売ってるので、一応概要欄にこれも貼っときますので、ぜひ見てみてください。なんかね、ヘナするとなんて言ったらいいのかな、髪が本当に生き返る。これは使った人にしかわからないかもしれないんだけど、髪の毛のツヤだったり腰だったり抜け毛とかにもすごい効いてくれるものなので、ぜひ育毛したいっていう方はこのヘナもおすすめです。でこっちのヘナはインドから送られてくる結構新しいヘナなんだよね。ロット数が最近取れたヘナをがこの中に入ってるので、やっぱり新鮮なヘナを使うと髪のツヤだったりしっとり感だったりっていうのがすごい違うので、またこれもね、これはこれでさっきのナプキンとかもそうなんだけど、個別にまた改めて詳しく動画にしたいと思うので、それもお楽しみにしててください。これこのシカカイ、これがシャンプー代わりにしています。基本的に髪の毛は3日に1回とかそれぐらいのペースで洗ってるんだけど、このヘナとかシカカイとかをやり始めたら、そのなんていうの、1日で匂いがこう匂うみたいな、そういうのが全くないんです。週に1回このヘナをして
で、たまにこうちょっと洗いたいなっていう時はこの歯科界で洗ってます。この歯科界を使うのも多分1週間に2回ぐらい髪の毛洗えば全然、あ、その洗わないわけじゃないよ、そのなんていうの、仕事から帰ってきたりとか1日の終わりにシャワー浴びる時にあのお湯で流したりとかはするんだけど、もうねこのツヤ感を覚えててほしい。てか、うん、また個別であの動画にします。本当に髪質が全然変わるの。インドから直接送られてくるので、コロナの時期はちょっと買えなかったんだけど、今最近稼働し始めたということで買いました。この歯科界で結構もうさらっとするんだけど、結構ギシギシする。あ、そう、あのシリコン系のシャンプー使ってる人とか薬局とかで売ってるシャンプー使ってる人はまずはヘナを何回か重ねてからやった方がいいと思います。うん、多分このシリコン系っていうかこうついてる、こびりついてるケミカル系のものをまず落としていかないと、多分すごいギシギシになると思うので、まずは1ヶ月ぐらいヘナをやってみて、その後に歯科界とかたまにこう洗いたいなっていう時、洗髪髪を洗いたい時にこの歯科界を使って洗っています。超ね頭皮がすっきりするの。なんか軽くなるの頭皮が。このアムラはトリートメント効果みたいな感じがあるんだけど、トリートメントとプラスそのなんだろう、潤いなのかな、なんか体とか流すとすごいお肌もツルツルになるみたいなので、それもまた自分で試してみてレビューをしたいと思います。あーもうやっと耐えた。ずっと欲しかった。ずっとヘナで結構耐えてて、なんかシャンプーやっぱり使いたくなくて、そうこの間シャンプーしたんだけど、やっぱねギシギシになっちゃうし、こう絡まるの、ヘナしてると本当に絡まり知らず、こう絡まらないの。本当に髪質改善になります。でぜひ気になる方はチェックしてみてください。そして、またこれはこれで動画にしていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。はい、今日のこのお茶はね、このモリンガ茶を飲んでます。ライフに売ってるなんかこのオーガニックシリーズ、バイオラル、ビオラルっていうシリーズのモリンガ茶。これね、黒豆茶がすごい美味しくて、黒豆茶は常に飲んでます。はい、あとはホリスタでシャツを買いました。この T シャツもだ、ホリスタでこの T シャツを買いました。めっちゃ可愛くない？可愛い、めっちゃ。あとこのシャツ、メンのコットンのシャツを買いました。これは L サイズを買いました。こんな感じ、なんか中にブラトップ着てパンツを履こうかなと思います。はい、あとはシーンでまた買いました。これを開封していきます。黒のヨガブロックを買いました。はい、白のヨガベルトを買いました。このワニワニを買いました。グレートベージュワニワニ、え、これなんだっけ、カードケースを買いました。こんな感じ、これもリンクを貼っておきます。
まずこちらレギンス、ベージュのレギンスを買いました。ベージュのレギンス、これもレギンス、なんか似たような色ばっかり買っちゃったからピンクは貼れるかどうかちょっと際どいんだけど、貼れたら貼ってます。カーキーのレギンス、ペガマックグレージュのレギンス、ブラウンのレギンス、めっちゃ可愛くない？ブラウンのレギンスです。グレーのレギンス、あとはトップスです。まずは黒、背中がこんな感じになってます。あとは白、背中はこんな感じ。完全にヨガ用のウェアを今回は買いました。あともう一個黒、このやつホルターっぽくなってる感じかな。はい、この感じの後ろと最後にベージュ、ベージュのトップスです。こんな感じです。はい、終わりです。今回は購入品を紹介しました。はい、また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。